皆さんこんにちは。こんにちは、今日は単語のスイブルをやってみたいと思います。まずはじめに踊ってみます。ワン、ツー、せーの、スロークイック、クイック、スロースロー、クイック、クイック。ワン、ツー、せーの、スロークイック、クイック、スロースロー、クイック、クイック。はい、一度スイブルを踊らせていただきました。美奈子先生いかがですか？はい、スイブルはですね、女性が男性に引っ張られたり、バランスを崩してぐらついたりすることがあったり、あとはタイミングがね、合わなかったりすることがよくあると思うんですが、どういう問題が起こっているでしょうか？はい、そうですね、まあ、バランスを崩すっていうのは男女ともにあると思いますね。結構難しいステップではないかなというふうに思います。まずはですね、そのスイブルっていう行為ですね。スイブルというのは、前進した足、前進した足に 100% 乗った状態で体を回す行為がスイブルになります。美奈子先生ちょっと見せてもらっていいですか？はい、こっちに向かってるでしょう。完全に今だったら右足に乗った状態でスイブルをしてあげる。反対であれば左足に 100% 乗った状態でスイブルをしてあげる。はい、これがスイブルになるんですけども、ほとんどの人は早く回らなきゃ、ね、しっかり回らなきゃと意識しすぎて、要は 100% に乗ってない状態でスイブルしちゃう人が結構多いように見受けられます。まあ、言ってしまえばちょっと千鳥足みたいな、こういう感じですね。こういう人がちょっと多いので、ちょっと気をつけてほしいですね。なのでちょっといいパターンと悪いパターンちょっとやってみたいと思いますね。PP からスロークイッククイッスロー。次のスイブルは女性はこちらの足ですね。この足に男性も同じように女性が前の足に乗れるようにしっかりと体重移動を誘導してあげてください。ここでしっかりと誘導できたらスイブルをしてあげる。もう一度やると前に乗ってあげてからスイブル、前に乗ってあげてからスイブル。はい、これやるとすごくバランスがいいんですけども、回らなきゃって意識が強すぎてスロークイッククイックスロー、その場でほぼほぼ回ってしまうと、分かりますかね、今ちょっとだいぶかぶってると思うんですけども、こうなってしまうと次のステップもやりづらくなってしまいます。なのでしっかりとスロークイッククイックスロー、移動してあげてスイブ、移動してあげてスイブというのが重要になってくると思います。これが女性の気をつけなきゃいけないところですね。片足にしっかりと移動してからスイブルをしてあげる。男性の気をつけなきゃいけないところっていうのは、スイブルしている最中は女性は常にこの道を利用します。まあ皆さんから見てこういう状態ですね。この道を利用します。なので回してあげなきゃって意識しすぎて自分の方に引っ張らないように気をつけてやってみてください。ちょっとやってみますね。PP からスロークイッククイックスロー。今だったら、まあ、ここが大体センターになると思うんですけども、このスペースよりもこっち側が女性になるので、女性をまっすぐ通してあげて、回すときに女性の空間にいたままスイブルをさせてあげてください。いたままスイブル。あまり良くないのはリードしなきゃと言って後ろに行っちゃう。これやってしまうと女性はもうスイブルどころではないので、すごくバランスが崩しやすくなってしまいます。やった感はあるんですけども、ちょっとリードはあまり良くないので、女性がどこに立ってるかっていうのを理解しながらスイブルしてあげるっていうのもすごく重要になってくると思います。はい、女性の注意点を美奈子先生に教えてもらいたいと思います。はい、
先ほど山崎先生からスイブルをするときに女性は完全に前足に移動したところでスイブルをしましょうという話がありました。それに補足で女性は前足に乗るときに少し下に降りる感じがあると安定した状態でスイブルがしやすくなります。同じ高さでやろうとすると少しぐらつきやすくなりますので、なるべく下に降りるようなイメージをしながら体重を前足にかけていってあげると安定してスイブルの動作が行えるのではないかと思いますので、ぜひ女性はやってみてほしいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。このスイブルはですね、まあ初級というかベーシックなので、ほとんどの人が使うと思うんですね。パーティーなり競技会なりいろんなところで使うと思うので、しっかりとリードをできるようにスイブルの理解をしてあげてください。あと、後半に言いました美奈子先生の説明なんですけども、下に体を許していくっていうのはすごくどの場面でも重要になってくると思うので、ぜひともやってみてください。ちなみにですね、高さを変えずにですね、下じゃなくてスイブルを同じ高さでやろうとしてしまうと気づいたらだんだん上に伸びているという状態の人が結構見受けられるので、下にスーッと自分の体重を許すということがすごく重要になってくると思います。なのでちょっと、勇気出して落ちてみるっていうのも意外といいかもしれません。ぜひとも練習してみてください。頑張ってください。